始まりました、いいねいかがたボリューム14、合唱に身を捧げたボヘミアンと貴族の栄光への道。ねえリーダー番組をご覧いただいた視聴者の皆様ありがとうございます。 TVer でまだまだ配信中です。お前ら見とけよみたいな気持ちでいたわけですよ。だって一番長いリハ時間で何時間リハしましたっけ。稽古とは別日で他の方と外で落ち合って稽古してたから私頭抱えながらステージングやってましたよ、こうやってそれが家で限られたメンバーで集まってさ、みんなよくスケジュールを開けてくれた、本当にありがとうね。本当に今見てくれてるかもしれない、どうもありがとう。なんで優勝できたかってスタッフが支えてくれたから、ね、しました。いろんなチームのいいところが、ミリオン再生チーム、ね、チームも本当にもう、よかったよね、感動したし、彼がジーザスクライストスーパースターのユダとかやったら最高だと思うんですよ。わかる、あれみんなうまいね。そんでミュージカルチームが歌い終わった後にミュージカルチームの椅子に座ってる斎藤司さんびっくりするぐらい本当に一つのチームになっていったんだけどさ、うん、岸さん、岸さん、岸さんがね、岸さん、プロ野球の実力を持った人たちがどれだけ熱く高校選手、高校球児のような熱いプレーができるかって、優勝するか、次も。見とけよミリオン再生チームライブしようって。わ、最高、したいしたい、ミュージカル合唱団最高。